この選び方はいいぞって思えるものがまずありまして、うん、ちょっとまっちゃんの方から説明していただければと。絶対必要なのはですね、特に僕らが見てるのはこれが絶対必要で、じゃあこれの何がいいか、こんにちは、円卓の平と。こんにちは、円卓の松林です。このチャンネルでは 3DCG デザイナーを目指している方に向けて、プロになる方法や業界のリアルな話をしています。 CG 業界さらに盛り上げたいと思っているので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今回なんですけど、僕たち YouTube 2年ぐらいやってるじゃないですか。もうそうですね、はい。で、3DCG の専門学校について、まあ、僕たち自身も調べたりとか、いっぱい質問もらったりとかで、うん、はい、結構知識がついてきたじゃないですか。うん、そうですね。はい。なんで、改めて、専門学校の選び方、これちょっと分かってきたんですね。見えてきたというか。うん、ちょっと見えてきましたね。コツというか。うん、それについて、ちょっとお話しできればなと思います。この選び方は、いいぞって思えるものがまずありまして、うん、ちょっとまっちゃんの方から、説明していただければと。絶対必要なのは SNS ですね。特に僕らが見てるのは Twitter。 これが絶対必要で、じゃあこれの何がいいか最近気づいたんですよね。その学校で生徒さんが作ってる作品を Twitter などにアップしている専門学校、これは個人が SNS をやってるわけではなくて、学校がやってて生徒の作品をアップしてくれてるみたいな。そうです。うん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 。それの、代表格ですね。はい。が、まあ具体的に名前を出すと、うん、九州デザイナー学院ですね。よく見るよね、話題になるというか。あれはすごいですね。生徒の作品、うん、クオリティというか、とんでもないなとは思ってはいるんですけれども。はい、そうだと思います。あの作戦いいなと思ってて、SNS での宣伝としては完璧じゃないかなと思ってて、うん、まあ要はそこの学校に行けば、うん、こういうクオリティのものができるっていうのを、うん、もうその作品バーンと出すことで、もうそれが宣伝になってると。そうだよね、うん。説得力が違うよね。あ、この学校行けばこういうの作れるんだってすぐわかるもんね。うん。なので、僕らが発見したやり方というか、はやっぱり SNS でいろんな学校を見て、どういう学校かとかっていうのは、うん、いろんな学校さんが、うん、まあ、説明したりするんですけど、それよりもどんな作品を作ってるか、うん、実際にリアルな部分で、うん、それをきちんと出してるところっていうのがいいんじゃないかなという結論に至りました。うん、まあ説得力が違うし、分、うん、かりやすいよね。あとはそういう宣伝方法としても非常にいい、うん、アグレッシブにいってるなっていう印象がありますね、うん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 、学校側としても。これはね、本当そうだなと思って、なんで興味がある専門学校、まあホームページとか見てもらって、まあ、さらに SNS とか何かやってないかなって見て、そういったものを探してもらうのはまず一つの選び方の基準にはなるよね。だと思います。で、その基準非常に大きいなと思ってて、冒頭で言った僕ら2年ぐらい YouTube やってて、うんうん、やっぱり質問で多いのは、どの専門学校がおすすめですか、どこがいいですか、はい、って、はいはい、非常に多いですよね。めちゃくちゃ多いです、その質問は、うん。で、僕らの答えとしては、ある程度どこに行ってももう変わらないですっていう。結局自分がどれだけ努力をしたかとか、はい、それに集約してくるのかなっていう意見ではあるんですけれども、うんうん、それに加えて、先ほど言ったですね、ツイッターとかでガンガンフォローして、うん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 、でその学校自体がそもそも事業に力を入れてるか、そういう部分を見極めるっていう部分でもおすすめの方法なんじゃないかなと思ってますね。うん、そうだと思いますね。自分がやりたいことと合致してるかどうかも分かるしね。そうですね。で、他の選び方なんですけど、ここからはちょっと簡単な話にはなるんですけど、まず学費ですね。あ、はいはい、大きいところですね、うん、そんなに相場変わらないとは思うんで、本当ちょっとの差だとは思うんですけど、自分の経済状況といいますか、うん、そういうのをちょっと考えて、うん、そこを基準にしてもいいのかなとは思います。そうですね、ちょっと学費の部分なんですけど、都内だとやっぱ年間150万のところが多くて、これが大阪とかあとは九州ですね、はい、だいたい年間100万ぐらいだったりするんですよね、うん、でも結構差がありますね。だいたい最低でも2年生じゃないですか、はい、ってなると結構な差がつくと思ってて、うん、まあ100万変わってくるみたいな。そう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 、それがまた4年生とかになると倍々でみたいな。で、じゃあ都内がその分いいのかっていうと、うん、そんなことはなくて、物価が高いっていう理由です、ね、まあ土地代とかそういうことだよね。そうそうそう、うん
まあ、結構一等地に建てたりするので、なので例えばまあ大阪とか、まあ、九州とか、うん、東北もそうですかね、はい、やっぱり東京行かないと厳しいですかっていうのに対してはそんなことはないかなと思ってます。うんうんうん。で他の選び方にちょっと紐づいてくるんだけど、これも重要だなと思ってるのが通いやすさですね。なるほどなるほど。なぜかっていうとサボるんですよ専門学校って。そう、うん、現実はそうなんですよ。そうサボる人めちゃくちゃ多くて、やっぱその時に行きづらいなってなった時点でサボりやすくなっちゃいますよね、どうしても。そうですね。なので簡単に通えるところっていうのは結構僕大事だなと思ってますね。なるほどなるほど。さっき言ったそうですね、やっぱ都内の方が有利なんですかとか質問あるんですけど、無理して出てくるよりも学費とか実家から通えるとかそういった部分考慮してもらった方がいいのかなとは思いますね。うん、そうですね。特に都内だと賃料も高いですからね。そうだねそうだね、うん、都心部に学校が集中してるんで、うんうん、近くに住もうとするとまあまあ高いっていう。もともとね都内の人ならいいけどね。そうですね。でまあ僕たちとしてはまずは SNS を探してもらうこと、あとは学費と通いやすさ、ここが専門学校の選び方の基準にしてもいいんじゃないかなと思えるところですね。うんそうですね、うん、でこれ以外に例えばプロの講師がいるとか、うん、あとはクラスメートがいいとかあるんですけど、これは運です。これはそうですね運です、はい、うん、こればっかりはどうしても運で、僕の例なんですけど、うん、僕が専門学校いた時で、うん、1個下の後輩にまっちゃんがいるんですね、はいはいはい、で僕たちの代まっちゃんの代どっちもプロになった、うん、まあ、就職率っていうんですかね結構良かったんですよね、うん、そうですね、まあまあ、まあまあ、うん、あまあでも 30% ぐらいかな、まあ、うん、まあそれでもなんだけど、うん、僕の1個上の代って全滅だったんですよ、うん、そうですね。だから全く同じ専門学校でも1年違うだけでこんなに差が出ちゃったりするんですね、うん、それはやっぱり先生の違いとかクラスメートの違いでやっぱ変わってきちゃうんで、これに関してはもう運なのかなって思っちゃいますね。そうなんですよ、はい、だからそういう意味も含めて、うん、結局どの専門に入っても自分で頑張らなきゃいけないっていうのは、うんうん、まあそういうの意味も含めてっていうことですね、うんうんうん、そういうことですね。はい、じゃあ今回はですね、非常に意見の多いどの専門学校がいいですかっていうのに対して、うんうん、まあ一つの答えとしてまずは SNS、Twitter でフォローしまくると、でその学校が作品を提示できてるかどうか、あとは通いやすさですかね、うん、そういう点に、まあ、絞って探してみるといいんじゃないかなと思います。はい、皆さんがいい専門学校に入れることを祈っています。はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですね、リアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたいんだけど、まあそっちの方にもシフトするのもいいんじゃないですかね。いいんだところで柴田喋ってないけど